です、現在時刻は8月6日21時ぴったしと今1分にちょうどなりましたけども、今日はクレヨンしんちゃんオラと博士の夏休み終わらない7日間の旅を、やっていこうと思います。よろしくお願いします。一応ねアッソーにお世話になるのは7日間と1週間という話だったので今日帰ります今日春日部に帰ります。終わりです。俺とお前らとオラの夏休みは終わりです。だから博士がお前はもうここから出さんぞと返さんぞって言っていたので、まあ、天才科学者なんでね何かしてくるんじゃないかなと思ってますけども、まあ、どうなるのかちょっとね気になりますね。楽しみですけどねっていう感じでいっすかやって来たやるよ。よいしょ、ちょっと水をつぎますよ。な、春日部帰ったらララガーデン行ってよ終わりよ。佐藤九日堂とララガーデン行って終わりよ今日。山田来たよ。山田もう来た。もっとじゃん。吉田が来てない。誰なんだ。よいしょ。やりますよ。佐々木が春日部で待ってる。今行くよ。どうすんだろうな、マジでな。楽しみっすね。3分ぐらい。これさ、通知って速攻来んの ?YouTube の。もう来てん。通知来て、あれな、通知見て来てんのみんな。よくわかんないんですけど、そこら辺。そこら辺のシステムがよくわかんないっす。速攻来てる。2分に来る。ちょっと遅れる人もいるのか。いいっすか。じゃあ3分になったら始めるわ。よいしょ。なってんじゃない始めます。おい、鈴木から一番上にセーブしたんだっけ。これか、7日目。おい、やりまーす。まあ、とりあえずラジオ体操はすんのかな。ばあちゃん来てないよ。呼んでこいよ、はよ、ばあちゃん。あ、何も言わない。あ、昨日と同じメンバーだね。なんでカズマくんとキネちゃんとかハタさんとかやんねえんだろう。お隣さんなのって。隣でこんな恐竜がどかどかやってたら怖えか。うるさくてでも起きるだろこの時間。朝弱いんかな。もうさーんつって、よし、今日で終わりの予定です。どうすんだろう、起きれないんだよ。そうなの。では、あ、いただきます。いいね、またうまそうに焼き魚。いただきます。あれかな、なんだっけ、あれ、ヤマメめちゃくちゃ釣ってるから食ってんのかもしれん。もしかしたら昨日うちの新聞社のひしこの記事を見ていったようだけど、他に面白い写真を使った記事があるから持ってきたよ。何、もうヒロシが興味津々になってる。ヒロシとキャップがもうさ、タメ口で喋るぐらい仲良くなってんの。新聞記事を取り出した。出た、これ昨日出たやつじゃんねナマズでしょ。ナマズは確かに釣りまくってっけど。画像解析技術でヒシコの壁画の謎に迫る。へー、ちょっとたまにはまともな新聞書いてんじゃんね貴重な甲虫ついに発見とか。バイカモが右下にありますね。ほら、ここ壁画にヒシコの姿が描かれてるんだけど、誰かに似てるでしょ。ララコでしょこれ多分。ララコちゃん、やっぱりそうだ、ララコちゃんなんだ。その壁画知ってるしでも直接見てないんだよね。行きたいよね。希少な甲虫気になる。確かにな、女王に似てるなんて嬉しいけど、他人の空にってやつでしょ。オラにオラにじゃなくて空に。アストータイムズじゃん。これ昔の新聞だって。だいぶ昔の。ごちそうさまでした。おそらく10人しか見ていない新聞。はい、ごちそうさまでした。あれ、なんか音楽が寂しい感じに。これ朝に来て1週間、帰るの？野原家の面々が春日部へ帰る日曜日がやってきた本当に帰るの？ひしこの謎もこれから解き明かそうと思っていたのに。あ、でもなんかさ、たった7日間でも寂しくなるな。よしこの約束を果たすまでは帰らないぞデートしてないのにまだ来てねえし。
よしこちゃん来てくれてすらないじゃん。でもジローとかも来てくれてる、お見送りにね、写真撮ってなと言い出したしんのすけでもさすがに一人で残るわけにはいきません。さすがにな、連れて帰られちゃう。いつものやばい、涙止まらない涙止まんねえよ、帰りたくない。じゃあいつものカメラで記念撮影。はい、チーズ。はーい。あ、でもカズマくんとかも来てくれてる。カレーじゃないのかい銀河さんも来てくれてる。あ、サムズアップしてな。おっと、そろそろ列車の時間だ。あれ、ちょっと待って、駅員さん、これ駅員さん、ジローの焼き増しみたいな顔してっけどこれ兄弟かな。なんか一郎と三郎もいるとか言ってなかった。これ兄弟か。その頃、いや来た、秘密研究所の悪の博士は何か起こるぞ。これやる気満々、やる気満々、またあの恥ずかしいダンスを踊ろうとしていたのですこれラ行を抜いてっつったやつ、ちゃんと聞こう。今回は研究所の壁には、先週熊本駅で撮ったしんのすけたちの姿、狙われてんだよな。そしてまだ若かった頃のお母さんなんだ、母親の幸せな写真大して変わんねえ気がする顔。まだこれ博士が若かった頃だったよ。あ、でもちょっとふわふわ、来た来た来た、とわとわ、チリチリ、ラ行を抜いて心に浮かべて、はい、タレルイラムマレシロンロ、タルイムマシルデカボヨラレやってこらい、でったく、メル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 、まあ、タイムマシンだ、タイムマシンで過去、今度はタイムマシンで過去よ、そこら辺まで読めた。今度は何がやってくるのでしょう。博士の思念が空中に可視化され、タイムマシンで過去よ、過去よぐらいまで読めた。空中に可視化され、タイムマシンに飛び込んでいく。うわー、全ては一瞬の出来事である。喋らないから、喋る時間なかった。あれ、しんちゃん、あ、エクションビーム、尻丸出し、尻丸出しザウルスみたいなやつこれだよ、これ恐竜だけどお尻丸出しのやつ行くぞ、アクションビーム、ビビ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 、あれなんかもう乗ってっけど、電車、電車っつうか列車来ちゃうか。あ、なんか魔法かけられた。うん、え、あれ、ほら、どこに行ったんだっけ。これさ、うん、これ熊本駅だよな。しんちゃん何言ってんの。これ一番最初の時にもなんか急になんか寝てたみたいな展開なかったっけ。あれ、なんで寝てんだみたいな寝ぼけているんじゃないのか。全く同じやり取りあったよね、これ。怖いんだけど怖え、こういうなんかちょっとしんちゃんの映画っぽい怖さあるな。大人帝国とかめっちゃ怖えんだよ。怖えなあ、やばい、またこれ熊本に行くのか、これ。あー、これ全く同じだよ、全く同じ、戻ってきたループしてるぞこれ。この場所ミレニアムキッチンの風景、さすがお前らまでループしてんじゃねえか。ほら、この場所見たこと、あ、しんのすけには記憶がちゃんとあんじゃん。しんのすけは再び先週月曜日のこの町に戻ってきた、戻されてしまったのでした。来たどうしたんですか。あれ、これも全く同じ、どうやらここの遺跡から骨が見つかったらしいんですよ。しんちゃんだけ記憶があんの。しんちゃんだけ戻ってるのか。ああ、来た来た、おーい、野原家来たよ。全く同じじゃん、この辺も。やっと着いた、ヨヨコ、お久しぶり。お久しぶりも。こんにちは、お世話になります。ヒロシさんもお久しぶりしんちゃんとひまちゃんは初めましてですね。初めましてじゃねえんだけどなこれ1日目だぞ今日から1週間見れるやんお前らまで過去に戻るな俺としんのすけだけ記憶がある。ほほう、俺はしんのすけ、ミサイとヒロシが古くからどっかりお世話になっていますいや、しんちゃん、お前、いや、おかしい、しんちゃんは記憶あるんでしょ、なんで同じこと言い直すの。
なんで空気読んでんの。私の子供の頃からの友達なの。いわばちくばの友。あ、出たぞ、ちくばの友。ちくわって言うのかな。ちくわ。なんでやり直してんの。記憶があるんじゃねえの。ちくば、やばい、俺だけになってしまった。ついに記憶があるの。しんちゃんすらもあっち側に行ってしまった。小さい頃から一緒に遊んでたことを言うのに。散々やったんだ、ちくばのやつ。よろしくね。やったんだ。もう2回ぐらいやったら、ちくばのくだりを。うん、ちくわはないけどね。ララコちゃん、大きくなったわね、うん、もう中学生なんだって。さんざっぱら遊んだの、ララコちゃん。うん、みさやお姉さん、お久しぶり。大きくなったでしょ。やば、俺も記憶なくしそう。メルコは育つって言うからね。ハスカベボーイズみたいに、俺もどん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 記憶がなくなっていって、この世界に順応していってしまうのかもしれない。大きくなったでしょ。ネルコは育つって言うから。ネルコはお猿。モンキーのやつ。なんだっけ。今から雨かな。それは天気。それは天気な。あ、あれ、おたまちゃんいるじゃん。おたまちゃんいる。あ、これはそのままなんだ。この世界は先週の月曜とは少々異なる風景を持っていたのです。へえ、なるほど。うん、ほら、今度こそよしこお姉さんとおデートするぞ。ポジティブ。ブリ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 。全然この時が戻ったことに対して何の恐怖も悲壮感も抱いていない。始まったぜ。頑張れしんのすけ。なんでこの街恐怖おるん。いや、だからあの博士があれで、それで無事よしこお姉さんとデートできるその日まで。さようなら、こんにちは、終了。なるほどな。こうしてまた俺とお前らとオラの夏休み1週間が始まるわけだ。よっしゃ。このまま俺このアッソーで一生夏休み過ごすぞ。ああ、来ましたね。ちょっと待てよ。スタンプ多くない？いや、だから7日目なんだって。おい、7日目って書いてあんじゃねえか。日記帳は戻ってない。ヒヒコにそっくりなララコ、性格も似てるのかな。どんな性格だったのか。ああ、いい写真。記念写真の撮、これどんどんここの記念写真のさ、人が増えていくんじゃないか。まだデートしていないのにこれでさよなら、悲しいな。皆さんさよなら、また会いましょう。これはまだ早いな。おデートするぞ。新しい1週間の始まり、目指すスーパー新聞記者。スーパー新聞記者になってデートをしようしよう。7月31日7日目です。来たぜ。でも今日は夕方スタートなんだね。なるほど、やばいじゃん。そしたらできること、あ、恐竜バトルとかどうなんだろうな。とりあえず、はい、え、これ全然あれだね。でも同じなのか、もしかしてみんな喋ることも。よいしょ、お金も残ってんね。数字の1は、あん、じゃあ2は、あ、怒ってる。どうなんだろう、みんな同じこと喋んのかな。今日は長旅で疲れたでしょ。今日は長旅をしてないぞ。あれ、長旅してないんだ。どうやって来たの。俺はもうよくわかんない。あ、でもちょっと喋ること違うね。今日は長旅で疲れただろ。ちょっぴりの旅だったぞ。ねえ、長旅をちょっぴりだなんて、さすがしんのすけだ。ずっと寝てたんだな。多分違うね。恐竜については完全スルーだけど。よいしょ。そう、映画いっぱい見てやろうかなって思った。普通に答え散ったじゃないか。でもそうか、お前らも過去に戻ってる下りだったのか。今外で遊んできてもいいわよ。うん、こんな優しい言い方したっけ。はーい、
何見たの？散々言っただろその話。今日もまたいつもより早く家に帰ってきたけど、このまま終わりにしちゃおう。あ、これ言ってたな。おじさんいつもは晩ご飯の時間になるまでずっと新聞社にいるんだね。えこれ言ってたね。うん、これヒマとはね喋れないんだよね確か。大人帝国見たよ、映画9本見たよ2日で。あれ隣の家の子供たち今日遊びに来ないのかな。さて時計板に書いた今日。あ、ね、これは続いてる。お使い現在なぜかボーナスもらえる。すごいね、頑張ってる。およよこおばちゃん嘘ついてるだろう。よよこちゃんから記憶あるだろ。よよこおばちゃん絶対これおかしいだろ。なんでボーナスもらえんだよ。よいしょ、トイレは変わらずか。シーラカンス釣れそうかな、わかんないけど。そんな勘あってたまるか。これモットちゃんとかはいるんかな。どっちから行った方が早いんだ。パッて行ってパッて行って新聞社の裏側から回れるかな。さすがにちょっと時間がねえからな。ジローとかって初日いたよね。でもモットちゃんって誰知らんの。モットちゃん裏行って、あーそっちから行けんのか、ちょっと見てえな。ほっ、よいしょ。あ、でもあっち側行けるぞ。あっち側行動が全然できないのが悲しいな。博士んとこ行けるかな、わからん。どうだろう。新聞は、あ、なんか新聞も、あったわあったわ。人参新聞ありました。畑の水とかな。あ、でも今日あれじゃん、ハートマークいる。あれ入れるよ。あ、いないわ、いない。よしこちゃんはいませんね。ハートマークいないっすね。まあ、初日は会えないんでしょう。時間の設定とかさすがに変わってないだろう。よしこちゃんって誰。しあ、でも車買ったままだ車は買ったままなんだけど、なんじゃい。あ、来た。花豚30匹目な、これで。昨日めちゃくちゃ取ったから。花豚30匹。花豚。どうだろうね。どんぐらい引き継がれてるのかが分からんね。よいしょ。ちょっと待って。とりあえず、29匹もいつ取った?昨日めちゃくちゃ頑張っただろう。忘れちまったのか俺たちの登録を。おっつ、なんだ、一郎の家の隣に居候したんだ。一郎の家の隣、もう一個なんか家 あるのか。あれ、そこが一郎の家なの。俺はなんだこいつキッチンとかラーメン屋は無関係だよ。あ、同じこと言ってんな。初対面じゃないのに。なあ、え、今光ってた、マジで。しんのすけは驚いた。虫変わったか。2周目入って、こんな大人の店に一人で入ってきて、なかなか度胸があるな。 DJ には興味ある。ある。お、来た、 DJ ベース使えるぞ。イエーイ、来た来た来た。ジロー叱ってたぞ。あ、そうか、畑さんの、あ、畑さんの家が一郎が住んでるとこなんだ。なるほど。ここに来て驚いただろう。恐竜が歩いてるんだもんな。山の向こう側では恐竜のせいで洗濯物がなくなったり、ご婦人の化粧のノリが悪くなったりしてるみたいだぜ。まあ噂だけどな。DJ ブースできるっぽい。やったぜ。あ、頭ちゃん来たわ。頭ちゃん、え、テントウムシもこれ7星じゃない、テントになってしないか。あ、すごいでかいね、でかいね。おい、これ DJ ブースなんだろう。かける曲を選ぶ。なにこれ、おすすめ、カットイン、ノーマル、ロングミックスわからんわからんわからん。ロングミックスでお願いします。なに、スタート。
ちょっと待って、わかんないわかんない、なに、わかんないわかんないわかんない、ノーマル、はい、スタート。あー、そういうことか。あー、そういうことね。あ、ジローの曲は関係ないのね。だんだん変わっていくわけだ。なるほど、アッソーのテーマ、そしてそれからこっからアッソーのテーマに変わっていくから、なるほど、なるほどな。恐竜バトルオブアッソー、え、これかけっぱにできんのかな。おお、すげえ、このままにできるんだ。で、これかな、夜の縁側に変わっていくわけ。ちょっと物寂しくな。あ、いいじゃん、いいじゃんね。えほんで畑さんの恐竜の曲を聴いて、でその後にまたジローよ。やっぱこれだよな。TJ の才能あるわ。ねえだろ別に。なるほど。こうやって遊ぶ。見えない見えない見えない。見えない見えない。見えないよ。うんうん。頭ちゃん。どいて。しっぽで綺麗に隠れてるよしんちゃん。ああ。ケツ出してた。ケツ出してた。見てこれ、このジローと、ジローとしんちゃんのセッション見てくれよ。ジローがシェイカーを振るリズムと、このしんちゃんがケツを出すリズム、このセッション、そして頭ちゃんのこのベースが効いてるわけよ。バスドラムがドゥンチドゥンチっつって、この3人のセッション、これよ、これがダンシングジローよ。見せつけたわ、イエーイ、世界に見せつけた、ダンシングジロー。なるほどね、俺にこうやって遊べるわけだ。え、あ、なんか喋られる。今どんな感じ。ここではジローさんから、うん、しんのすけのディレクターの感想が聞けるよ。へぇ、やばいぜ、シューエクセレントクオー、すごい大好評。やった、なんか褒められたわ。俺になんかしんねえけど、ミックスって何？ミックスというのは曲と曲をつなぐ方法のことだ。イエーイ！どのミックスのことを知りたい？まあ、これはなんとなく分かったけど、ロングミックスめっちゃ長かった。長時間2つの曲を重ねっぱなしにすることがあって、同じテンポの曲だったらすごい気持ちいいし、静かな曲とうるさい曲でも面白いぜ。なるほどな。お、いいねこの絵。DJ プレイが大好評。夜のチャンピオンしんのすけ。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい絵じゃん。音楽も合ってるぜこれ。いい写真撮れたなこれな。俺にこの曲マジでいいな。曲をどうやって手に入れるかって、へいへいへい、自分でレコード屋で買ってきてくれよ。なんて嘘嘘、この店にはたくさんレコードがあるから使っていいぜ。サンキュー。なるほどな。あ、もっとちゃん、なんかイベントこれ。オタク見慣れない顔だね。どっから来たの？忘れちゃったの？埼玉県、秋田県、高倉県。これ前高倉県って言ったら、ずいぶん遠くから来たんだねって言われたんだけど、もう一回よう粘って、くそ、ずいぶん遠くから来たんだね。おい、私はこの霧島ストアの看板娘。成長してねえな、もっとじゃん。突っ込んでくれよ。私はこの霧島ストアの看板娘の山田もっと。いや、まだもっとと覚えてね。出たな、いや、まだもっと。うら、野原慎之介、5歳。しんちゃんもしんちゃんで、これも以前と同じ展開です。全く同じじゃないか。山田もっとちゃん、しんのすけのことあんなにチョコビ買ったのに全然覚えてないのかな。寂しいな。めちゃめちゃチョコビ買ったんだぜ。ほらよいしょ。ふふい、恐竜さんだけかな覚えてくれてるのは。いや覚えてくれてるのか知らんけど。元気そうで大変よろしい。おっす。で、何をしに来たの？チョコビって何？
20個持ってんだぞ俺はチョコビは。なんだ、めちゃくちゃ持ってんだぞチョコビ。掲示板見れんじゃねえか。これできるんだ。サンキュー、サンキュー。いてて水菜と小ゴミな、よいしょ。うんうん、よりどりみどり、どれにする？中連しよう。ちょっと待ってな。あー、ま、金がすげえ微妙じゃないか。いい加減にしろよ。掲示板進んでますね普通に。ちょっとこっち行かないと。はい。ふふい。あ、山桃も増えてる。し、ま、山桃が入った。15、17、10。これ変わんねえなずっと、ね。野菜も見に行きたいんだけど時間があるかわからん。ようこそ。ようこそ。イエーイ。銀河さん忘れちゃったの？うわ銀河さん。銀河さん、町一番の変わり者。やっぱスピリチュアルな、なんかパワーがあるんだろうな銀河さんには。いやいやいや、さすがにこの少年が時空を超えてやってきた。今もその超えてやってきた、時空を超えて。本当に不思議なことがあるのでござるな、この惑星には。銀河さんちょっと覚えてくれてんじゃん、嬉しいな。笑ってる笑ってる。またの起こしを。はい、銀河さんメインヒロイン覚えてくれてる。15、17、10やる？これよいしょ。これ取って、イエーイイエーイ。時間がねえんだよな。いや時間がねえぞ。博士の方行きたいな。これ夜でいいっすか、これ。どうせバラボ、あ、でもボーナスたまんのか。死ぬ、ま、いけるかな。なになに、15、17、10バッバ。あ、そっか、別にボーナスあれかできるからいいや、夜で。よいしょ、待てよ。いや、このあそこも行って、秘密基地みたいなとこも行きたいっしょ。あ、でも誰もいないわ、誰もいない、残念ながら。ナマズ釣る、あれ行けないのもしかして。ああ行けるか、開けられるのか。そうかそうか。銀河さん潜ってんな、まだ。イエーイ。よいしょ。いや今日やらんよ、これで終わり。いや博士と同じ方法でって、普通に。あれ博士、もうそろそろ帰る時間だぞ。そんなことある？そんなことあるが、博士に帰れって言われることある。なんか言えよ。いただきます。そんな、なんか言ってほしいわ。いただきます。いただきます。はい、いただきます。あ、なんかお刺身だ、こんなん出てなくなかった今まで。お前を閉じ込めてやったぞみたいなやつねえのかよ、ただの優しいおじさん。まさか博士まで記憶を失っているのか。ふう、どうしたのヨヨコ。最近店の売り上げが少なくて大変なのよ。恐竜で観光客が増えたけど、うちはこれぞっていう売りのメニューがないからね。どうにも今一つなの。ずっとみんなで新しいメニューを考えてるんだけど、そろそろネタ切れ。誰かヒントだけでも見つけてくれるといいんだけどな。来た、しんのすけ。チョコビ入りチョコビ。ダブルで大ヒット間違いなし。おいおい、それはチョコビそのものだろう。じゃあチョコビ入りチョコビ入りチョコビ、もしくはチョコビ入りチョコビ入りチョコビ入りチョコビ、もしくは20個チョコビ持ってるからな俺。ヒンちゃんチョコビが好きなのね。じゃあもし本当に新メニューのヒントを見つけてくれたらチョコビをあげるから。どういうこと、新メニューのヒントってなんだ。せっかくだからちゃんと考えてみよう。ほいほい、ひょんなことか、シーラカンスカレーいいな。新メニューのシーラカンスめちゃくちゃ持ってるからね。アイディアを出すことになったしんのすけ。ほう、さてどうなることでしょう。なんだろう。よし、今日からオラがここのお店長だぞ。お店長、それはお店長って脱線しすぎです。いいね、なんかメニュー考えるらしいぞ。シーラカンスカレーにナマズ丼、どうこれ。でもナマズのかば焼きとかごちそうさまでした、あるらしいからな。ごちそうさまでした。そして夜になる。風呂入ってな。ふふー。
あ、腹減ったな。夜は外に出ちゃダメよ。うん。あれ？あー、そうか、隣のあれか、また読み聞かせがあんのか。全く同じだ。さて、今日のお話はどうでした？お話も同じかな。楽しかった。お母さん、誰か来てるよ。やばい、カズマくんも忘れちゃったの？来てるよ。キネちゃんも。この子、毎日一緒にキンキンパした仲じゃん。しんのすけ。あっそう、防衛隊じゃないの？ふふーい。ねえ。覚えてる？さっき駅前で会ったよね。覚えてる覚えてる。恐竜の骨、気になるよね。それ以上にいろいろもっと覚えてるけどな。夏休みでしばらくこっちにいるんだって、うん、うちの2階で寝泊まりするの。風間くんとねねちゃんめっちゃ似てる。うちの子たちと同じくらいだね。見てたのにずっと昨日まで。仲良くしてあげてね。おい、なあ風間くん、はい、忘れないでほしいな。思い出してよ風間くん。あれ、あの耳をふーってやったら思い出すかな。この前と同じだぞ。風間くんよろしく。同じだな。そう思いました。うん。それにしてもこうやってハタさんの読み聞かせを聞いてると、小さい頃今は亡きお母さんに、あ、やっぱ亡くなってるんだ。あれ、こんな話したっけ？してないよね。毎晩本を読んでもらってた時のこと思い出すよね。幸せな時間の記憶。キャップの奥さんで二人のお母さんは亡くなってるんだね。そうそう、すっごいいいお話の本があったよね。九州国の伝承のお話、でもヒシコの話でしょ。あの絵本今どこにあるんだろう。おお、母さん本当に毎晩読んでくれたよね。彼はとってもわがままな、誰？ジロサウルスでした。ジローもどき。親切な友達の忠告は全くかないし。おじさん誰？おじさん駅員さん、もしかして。あ、イチロー。こんばんは。おじさんが誰かわかりますか？駅員さんでしょ？怪しいおじさん。違いますよ。かなり怪しいおじさん。違う違う。ここの駅であった駅員のおじさんですよ。やっぱり。この子たちのお父さんでもあります。やっぱそうだったんだ。よろしくね、しんのすけくん。おじさん。たけし。ここの駅であったかなり怪しいおじさん。あ、入ってる。友達に舐めてもらったり。新メニューを考えようヒントになるものを探す。集めてもらったりして、ユヨコとララコが思い出す九州国の伝承の素敵なお話知りたいな。小さい頃お母さんに読んでもらってた素敵な絵本。どうしようかな。やっぱりそっくり不思議だな。ネネちゃんがキネちゃんで、風間くんがカズマくん。いろんなところにいろんな防衛隊がいるのかな。ねえ防衛隊、背中のおできは治りません。ねねぞる。ヒリヒリチクチク、とっても痛い。お話同じだね。辛い日々が続きます。知ってるかい？この町の圧送駅には長い歴史があるんだって。だからとってもすごいんだ。しかもうちのお父さんは歴史の圧送駅で働いているんだ。すごいだろう。毎日のように水を浴びた彼の姿は。喋ることちょいちょい違うね。この町にはいろんな人がいるのよ。ここだけの話だけど、 DJ バーの二郎さん知ってる？もうめちゃくちゃマブよ、マブ。本当にここだけの話だけど、あの人なかなかかっこいいのよね。お父さんと同じ顔じゃない、髪染めただけじゃない。でも騙されちゃダメよ。ああいう人に限って女の人をたくさん泣かせているんだって。気をつけないと。うちのお父さんが言ってたわ。弟じゃねえか。弟のなんで悪い噂を子供に。お話は同じこと言ってますね。背中のおできって言ってたよな。遠くの空に七色の虹が見えました、ちょっと待ってよ。よいしょ。ヘイララコ、ヘイララコ。しんのすけっていいカメラ持ってるよね。ちょっとお姉さんに貸してくれない？あ、よいこおばちゃんには内緒だよ。なんで？ララコは機械とか道具を何でもかんでもすぐに壊しちゃうのよね。貸すなよ絶対に。それで借りるな、触るな、見つめるなって言われてると。見るだけでもそこにララコの偉大さを感じてちょうだい。わけわかんないと思うけど。だから内緒で貸してくんない？嫌です。絶対貸すなよララコには。ほら、そんな内緒の人には貸せないぞ。ダメダメ。借りるな、触るな、見つめるな。ララコはすぐ機械や道具を壊すんだ。借りるな、触るな、見つめるな。お医者さんとかパイロットにはならないでね。怖いね。よいしょ。ねねっつってんだ。あ、またメロドラマ見て泣いてんじゃん。これ、あの辺と本当にどこにしまってあるんだろう。どんな絵本？読んでるととっても幸せな気持ちになる絵本だったのよ。ララコと
よいこおばあちゃんの部屋入れなかったんだけど、あそこにあるんじゃないの。ボーナスがもらえてよかったね。はーい。ボーナスの話当たり前みてにしてっけど。あらら、ミスターあや、恐竜がいて怖いかなと思ったけど来てみたら大丈夫だったわね。よくからそんなに怖くない恐竜だって分かってて来た展開になってる。予定をキャンセルしないで来たんだけど大正解。夜は涼しいし気持ちいいわ。しんのすけはもう歯磨いた。まだ磨いてな。おわ、暇えぇ、かわいいな、暇暇や。一応歯磨くか。一応歯磨く。どうせこの後チョコビ食うけどな。歯磨きしたよ。はや、かわいいな、暇。暇かわいいな。ちょっと2回行ってみようぜ。よいしょ、ワンチャンあるぜ。ここはヨヨコとララコの姉妹の部屋。いや、でも確かに、でもそうか、そうだ、理由が背が届かないことだからな。無理だよ理由が背が届かないことなんだもん。だってそら無理よ。ちなみにこっちは、でもこれをひたすら繰り返していると、しんのすけが、しんのすけだけは時間が流れてるから、しんのすけが普通にどん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 成長していって身長が伸びて届く可能性がある。一体何周すればいいんだそれまで。もうすぐ入れる。おっせー、恐竜に関する噂でご婦人の化粧のノリが悪くなったのでは。よく聞く話なんだけど、一体誰が言い始めたんだろうな。よく聞く話、あと洗濯物盗まれた話もよく聞くな。恐竜に、もう当たり前みたいな恐竜がいる世界観になってんじゃん。お相撲さん、それは困った困ったではなくて、残った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 。お相撲さんがどうしたの。キャップはしんのすけに少しだけ、うん、自分の悩みを打ち明けてみた。何、どうしたん。困ってるのは、ある日いきなりこのアッソーの町に現れて、それからずっと町中で野山を徘徊している巨大な恐竜たちのことなんだ。大きな新聞社から恐竜の調査を依頼されたんだけど、さすがに相手が相手なんでなかなか仕事が進まない。恐竜の言葉を話すことができたらななんて考えることもあるんだ。もう前々からいたみたいな感じで話してんね。恐竜の調査が進まない、困った困ったキャップさん、言葉が通じればいいのにな。残った残ったお相撲さん、ちょいしょ、本当だよ、いつも仕事大してしてねえじゃないか。篠の助も恐竜に関して何か気づいたことがあったら教えておくれ、記事にしてあげるからね。おわ、昼間うちの新聞社に来てごらん、面白い話を聞かせてあげる。な、悪の博士に来ちゃいのにな、取材サボってんじゃねえぞ本当に。なるほどね。どうなっちゃうのかな。今日よしこさんいなかったしね。あれ、しんちゃん聞かない。あ、あゆが入ってきてる。ヤマメあと1匹だ。ヤマメがあと1。おーい、ヨヨコおばちゃん、しんちゃん、しんちゃん、これ一回聞いとかないとな。やっぱもう恐竜が出始める時期か。噂によると、あー、ピカピカ光るその虫は初めての。なんだこいつ、うわー来た、やべ、新しい虫出始めるぞこれ。ミヤマカマキリ、あ、カミキリ、強い顎の持ち主で、子供は栗の木が大好物。ねえねえってんだろ。やべ、虫取れるぞこれ新しいの。2周目来たから、イエーイ、うれしい、ふふい、おほい、取っといて、よいしょ、これバシバシ取りたいっすね。ちなみに、あ、ダメだね多分。あ、そもそも夜はいけねえのか。うわ、なんかあそこにセミみてえなの、右の木のところに止まってっけど、こっち来ねえかな。ただのセミか。流星キック、ルリボシカミキリいるかな。欲しいね、ルリボシカミキリ。魚も新しいの釣れるかもな。シロ
シロや、シロはそっくりさんじゃなくて本物のシロだよね。そうじゃなかったら俺は悲しいぞ。誰もいない森の奥まで。これ言ってたんな。そこで食べていたのです。シロや。ある日、彼は背中に橋のところで蝶みたいな光ってさ、本当は見逃してしまいましたが、まあ明日からいっぱい時間あるから取れるでしょう。たくさん。これは別に変わらんわな。これは？あ、違う。光ってない。よいしょ。ふい。アメコガネ。ヒュン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 。オスジロー。ジローやい。ここに来てびっくりしただろう。恐竜が普通にいるんだもんな。隣の町では恐竜にスイカ畑を荒らされたり、鉄道の線路を食べられたりしてる。結構あれだろう、大きな問題になってんじゃん。駆除した方がいいのでは。まあ噂だけどね。今日はこの日で終わりよ。俺に聞きたいことあるか。声がかっこいいね、ジローや。ここでどんな感じ。やばいぜ。エクセレントクー。別に何もしてねえけど、なんか大好評だった。昼間のままか。あ、ハートマークじゃん。恐竜がスイカ畑を荒らしたら線路を食べたりしてるんだ。鉄分補給したいのかな。スイカを食べた方がいいのなあ。いや、へえ。よいしょ。うえパッパパッパパッ。テントウムシは変わらないっすね。まだ時間はあるから、こっちから行こう。よいしょ。ここに小ゴミ。あ、ふふい。光ってる光ってる光ってね、光ってんな。これな、これ光ってるよな。イエーイ。あー、来た。あれあれ、アゲハって取ってるの。あ、キアゲハか。アゲハに似てる綺麗な蝶。幼虫はセロリが大好き。ねねつつんでる。いいね。小ゴミも取れるし。え、ここはでも恐竜は普通にいるからハートマークは一応呼べるけど、まあ夜だから呼べねえか。夜にハートマークは来ないようです。いいね。牛増えてない。いや、多分増えてねえと思うんだよ。多分増えてねえと思うんだよな。アゲハチョウ取ってない。よいしょ。毎日見てるけど変わってねえ気がすんぞ。別に。もっとちゃーん。ボス、元気そうで大変よろしい。で、何をしに来たの。なんだっけ、なんだっけ、だ、10、あれ15、17、10だっけ。だいたいそうだよな。15、10、15、17、10だっけ。まあどうせ使うだろう。15、これでいい。15、熟トマト10、15、17、10。そうだ、これでいい。15、17、これでいい。10。これでいい。やべ、めっちゃ金ある。いけるぜ。うわー、これでいい。うわー、こりゃあ、ほり。じゃあ、また来て。いい買い物したぜ。バイビー。おしゃべりできないかな、普通に。よりどりみどり。だ、いい加減にしろよ。やってやったぜ。でめ、小ゴミ納品。水流ねえな。よいしょ。こっち行って。で、ここで、おらら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 。うわー、めちゃくちゃ持ってるからな。おほい。銀河さーん。まっは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 。終わり。毎度あり。終わり、銀河さん。さあ、では行きます。今日の10連、30個チョコビがあるぞ。30個あんじゃん。食うぜ、チョコビを。まずチョコビを食う。よし、もう一個食ったろ。マジで満タンにしてやろう。ほら、体力マックス、元気いっぱい。いくぞ。うわー、いけー。空攻撃アップ。ほら、いったー、きたー。おい、チャージ量アップ。あれ、出なかったこれ。あれ、見覚えあるなこれ。昨日出なかったこれ。いけー。うわー、いやー、うわー、うわー、うわー。
あれ見たことある気がすんだぞ。あ、いって書いてある。ダメったー。くそー、10連したのに。ダブっちまったぜ。いやでもだいぶ揃ってきたけどね。ダブってしまいました。チョコビ28個ある。ちくしょー。待てよ。あとはなんだろう、あとなんかあったっけ、あとなんかある。あ、ちょっと待って、看板ないんだけど。遠くへ行くのは怖いから、この辺りで引き返しましょう。マジで？看板なくなってる。行けるようになってんじゃん。マジか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 。ほら明日楽しみだな。あ、じゃあチョコビ食うわ、チョコビ。あ、間違えた。開けます。ちょ、レア出ろよ、そろそろ。そろそろレア出てくれ。リアルチョコビ一回もレア出てねえぞ。チョコビ1個しかないじゃん。本当は裏にめっちゃある。10連できるぐらいある。めっちゃまとめ買いしたから。びっくりした。どう？あっ、開けます。あ、なんか違う。切り込みを入れたときになんか袋がぴったりくっついてたんだけど、これってレアってキラキラしたホログラムみたいなやつだからくっついてたとか、そういうあれじゃないの？そういうあれなんじゃないの？ちょっと待てよ。いきます。ほら来た、ほら来たぞ、来た来た、レア来た、レア来た。おい、光ってんぞこれ、キラキラ。ほらちょっと美容系 YouTuber 来た、ピント合った。ワニヤマさん、ワニヤマさん、しんちゃん、いいね、初めて出た。しんちゃんがワニヤマさんのコスプレをしてみたぞ。ワニヤマさんはチョコビの箱に描かれているピンク色のキャラクターだぞ。めっちゃ可愛いの出たじゃん。やりました、初レアです。初レア、ワニヤマさんです。ピント合わせるのむず、むずピント合わせるの。やりました、携帯に貼るの、それもいいな。やったぜ。いや、キラキラしてるから反射するから。さすがに大丈夫だろ。嬉しい。このキャラクターワニヤマさんって言います。冷蔵庫に貼るの。実家の冷蔵庫シールとかマグネットベタベタ貼ってたな、子供の頃。窓とかにも貼って、ポケモンパンのシールめっちゃ窓に貼ってそう。うまっ、ほんでうまっ。いて、嬉しい、レア出ましたね。また明日も開けますけど。ていうかレアもめちゃくちゃ嬉しいんだけど、いけるようになってる。明日がマジで楽しみだな。そして俺はもうすぐ捕まる運命。やだ、まだ寝たくない、やだ。いや、これこっち行って水縄を取りたいんだけど、こっち行って戻ってくるとここで多分捕まるな。もうないよね、
時間ないよね。こっちに逃げた方がいいな。そうなると、まあ明日水が取ればいいか。いや釣りしたい。だからこっちに逃げよう。セミ、相変わらずこのセミ。あ、なんか取れた。あ、キアゲハ。よいしょ。よいしょ。変わらんな。これ夜も多分ね、迎え来るとこ、この、え、何これ？セミじゃない。え？なんかこの木のとこにいるやつセミじゃなくない？今なんか よじ登ってなかった？あ、これセミか？カミキリ、あ、カミキリか。カミキリがよじ登ってたの。これ取れねえんだよね。あれなんだ？え、なんか光ってない？あの魚。何あれ？で、片方は、でもこれも一応新しい魚釣れるかもしれんから釣るか。ほい。こっちはタナゴみたいな形してるけど、アブラボテとか、タナゴとかだったけど今までは。イエーイ！イエーイ！あ、やりタナゴだよね。で、こいつなんで、こんなやついたっけ？なんか、光って見えるんだが。てか、なんか、尾びれが出てるの。夜こんな感じだったっけ？これ、ドンコではないね、動きからするに。新しいの来ねえかな。うわぁ。えいふん。ファウファウ。ほらね、見たことなかったもんね。知らないの来たよ。カワムツ。扉のある河原。以前はカワムツ B というかっこいい名で呼ばれて。A はよ。A はい。ねねつね。カワムツ。来ましたね。ここいら辺は多分向かいが来ないので、自由に釣りができるが暗くて見えん。あ、これドンコですね。でも動きはドンコだけど新しい魚の可能性あるから釣っとくか。もしかしたらドンコ B の可能性がある。これ釣っとこう。ほい、よいしょ。うわー、おらー、ふんふん、ほうほう。ドンコじゃねえ。ドンコに B はいない。あー、なんかでっけえけど、なんこの、ん？待て、またカワムツと同じ魚影だけど、これはカワムツか？あ、なんかめっちゃ光ってんじゃん。おいおいおい、魚に夢中だったけど、これカワムツだ。おい、これ来た来た来た、ホタル。違うホタル。ということはゲンジボタルか。これ来たー。綺麗な水辺に住んでいるサナギの時から光るんだ。やりました。やばい、新しいのめっちゃ出始めてる。嬉しい、マジで嬉しい、マジで嬉しい。ちょっと待って、おい、ちょっと見えねえな、暗くて。でもなんかタナゴと形、こいつはちげえ、こいつちっちゃいな。なんか ちっちゃいな、随分。よいしょ。おお、タナギから叱るの確かにやばいな。おい、あ、これヤマメか。あ、ヤマメ30来た。これタナゴだけどなんか赤いしでかく見えるな。同じかね。ニューめっちゃ増えてる、嬉しい。2周目来たから。おいしょ、ヤマメ30行きましたね。やりました。これタナやりたのか、やりたのか。でけえな。来た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 、30匹まめに頑張って30匹釣り上げた。目標かなり達成してきてるね。明日の新聞がまた楽しみだね。どこだろう、夜だから釣れる魚いるのかな、わからん。これいる、なんか今微妙に動いてたな。ここの角度めっちゃ夜わからんな。あ、いるな、なんかいるな。まあ、ちっちゃいからナマズではないだろう。てかナマズがね、お捕まえできたね。ナマズがだいぶいなくなってる。おほい、アユか。もう一段階ちっちゃいとアユなんだよな。ちょっと待てよ、うっすらな、うっすら。アマゴ、アマゴはまだだ。あ、これアマゴじゃない。わかんない、一応つっとくか。これもさっきなんだっけ、なんとか B、 なんとか B だけど、魚影は。でもナマズだと思ったらワニガメだったパターンもあるからな。ほら、うん、カワムツ。あ、やっぱカワムツはカワムツなのかな。
いやでも分かんないよね。あ、これも革靴の魚影だと思う。多分めっちゃちっちゃいけどちょっと光って見える。もしかしたら違うやつがいるかもしれないからな。え、目標増えた？マジで増えることあんのこれ。増えることあんのか。革靴だな。革靴の魚影はやっぱ革靴だけ。あー出ましたよ皆さん、ナマズです。でもこれがワニガメの可能性がある。2周目だからワニガメ率が上がってる可能性があるぞ。これどう、ナマズの魚影ですけど、よいしょ、もしかしたらワニガメかもしれん。イエーイ、これは2周目だからね。ナマズじゃねえか、変わんねえじゃねえか。ワニガメ率上げていけや、2周目は。もうこれ以上ナマズ釣ってもしょうがない。ワニガメあと2匹釣んなきゃいけないんだから頼むよ。よいしょ、うおイエーイ、頼むぞ。もうヤマメでも釣る必要ないかな。まあでもあれだよな、お使いでめっちゃ出るからな、ヤマメ。またカワムツの魚影ですね。あ違う、こっちナマズの方だ。ナマズは釣っておきたい。よいしょ、このでかいホタルがあれなのか、現地なのか。はい、ナマズいらねっつってんの。おいワニガメ、なんでワニガメの魚影ナマズと同じなんだよ。カワムツよく釣れるってことはお疲れに出てくるのかな。いやでもさっきねアユが増えてたね。アユ、アユはあんまり釣れないから難しそうだね。はい、うふい、おほい、ね、川の音がいいですね。カワムツめちゃくちゃ釣れるけど目標にも入ってねえし意味あんないような気もする。こっち行けるよな。ここの水菜は取っておきたい。イエーイ、そんなこと言ったらハイヒールが魚影なのおかしいな。おっしゃる通り、うおっしゃる通り、おーうふい、おほい、よいしょ。さすがに影見えねえな。あ、どんこだ。この辺は変わんねえのかなという気もするが、明日いっぱい釣りできるか。一回戻ろっかな。ん？これなんかいるか？さすがに見えん。ヤマメ納品しよっかな。今釣りしてる。どんこ増えてるって誰か言ってた？マジで？マジでマジで。これはタナゴ系だね。いやでも増えてる可能性あるよな。タナゴとアブラボテグレしか今んとこいねえし。釣り動画見に来たよ。釣り動画です。あれ？お？興味を示さないぞ。え、なになになに、いきなり食いついたの。なんか違うやつだ。なんだこれ、下の方にいた。めっちゃ下の方にいたぞこいつ。どんこじゃねえか。え、どこなんでだから食いつかなかったのか。どっから来たんだよ今のどんこ。見えてすらなかったぞ。どんこの存在に気づいていなかった。いや見えないよね。やっぱタナゴはタナゴしかねえのか。アブラボテとみんなが見てる画面だとちょっと暗くなったりすんのかな、わかんねえけど。 iPhone のあれじゃない、画面の高度めっちゃ上げないと見えないかも。よいしょ、変わんねえなタナゴ。でもこれで明日からまた釣りをする楽しみが増えましたね。もうなんか同じのしか出ねえのかなと思ってたからね。あの博士の家の方のさとか行ったらさめっちゃ釣れそうやな。イエーイイエーイ、よいしょ。あ、アマゴは嬉しい。博士の家の方で新しく釣れた魚いなかったからね確か。よいしょ、今日はやらんよ2日は。よいしょ、
イエーイイエーイ。ヤマメだ。まあまた明日やるか。ちょっと家の方まで行きたいな。あ、このセミとかどうなの。え、これセミ新しいの出るんじゃないの。なあ、イチロー、どうも出ねえな。同じだな、叱ってねえ。鳥の奥まで運んでいって。セミや。セミやーい。もういねえのか新しいセミは。背中におできができました。セミや。出ねえな。おう。恐竜たちは友達に舐めてもらったり。このセミさんは変わんねえか。こっち行けるんだっけ。確かこっち行けるよな。んで入ってでこう来て、ここは間違えて部屋に入ったら捕まるから気をつけろ。ヨヨコーバチシッちゃん、ヤマメを納品してな。オッケー、よし。ボーナスはちょっと無理だな、明日もらおう。でもボーナス2回分ぐらい溜まってんじゃん、いいね。よし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 、なるほどね。こんなところか。あっちかって行けるっけ。あれ新聞社の方行ったら捕まるっけ。こことか新しい虫いたりしねえのかな。新しいっていうかここで虫取ったことねえよな、なんなら。今日終わるの早い。いやでもこれ夕方から始まる日を1時間やってるやついねえだろ。どの配信者探してもこんなに毎日長時間このゲームやってるやついねえだろ多分。1日ずつやってるやつも珍しそうなもんだけど。よいしょ、どうしよっかな。もういいかな。あっち行ってみる。あれ、あそこの、あそこジローに捕まるんだよな確か。図鑑見れるけどなんかシルエットでちょっと見えちゃうのが嫌で、あんまり見てないんだよね。ただ23種類、あ、まだ半分以上いるじゃん虫。まだまだじゃん。あ、魚も全然取ってないね。なんかめっちゃ釣った気でいたけど3分の1ぐらいじゃん。まだまだ全然だ。いいねいいね、いいじゃない。ちなみにナマズは31匹釣ってます。いいですね。なるほどね。あ、でもこれタナゴ同じ形もう1匹いるじゃん。やっぱタナゴ系まだいる。あ、もう2匹ぐらいいるかも。タナゴまだいますね。あ、これでかなり判断できるじゃん。なるほどな。いけそういけそう。確かに明日また新しいところ行けそうだからね。そっちでもあれですね、新しい魚が釣れるんじゃないですかね。よいしょ、はい。あ、キャップ来た。そろそろ。いや、さっきいただろ家に。足早すぎるだろ、わざわざそっちから回ってきたんか。キャップビール飲んでたんやけど、めちゃめちゃ終わっちゃった。はい、おやすみなさい。はい、おやすみなさいね。歯医者の看板のところまだ行けないね。あと2階の部屋にもまだ入れないし、ただあの銀河カレーのカレー屋さんの前のところが通れるようになったんで楽しみっすね。そっち側が何があんのかな、あっち。よいしょ、記録しまーす。はい。歯磨きは多分今回はっていうか前も別にハンコみたいなのもらえるだけだったけど、歯磨きは特に多分関係ないんじゃないかとか言いながら毎日やってっけるな。今日はミサエも優しくお休みを言ってくれましたね。ここでいっか。はい、うんうん、よし。いやー、うん、楽しかったな。また7日間の夏休みが始まるんでしょう。明日はとりあえず新しく行けるようになったところにね行ってみようかなと思うので、あ、で明日なんだけど、あのちょっと早めに始めるわ。明日
8時かな。まあ土曜だから大丈夫かなと思うんですけど、明日ちょっと8時スタートにするわ。ちょっとあの何わけがあってっていうか、なんか個人的な理由なんであれなんですけど、よろしくお願いします。明日だけな、明日だけ8時にして、まあまた普段は明後日は普通に9時にあるけど、たまにこうやって時間が変わる時があるかもしれないわ。明日8時でよろしくお願いします。朝8時早いよ、夜8時な。よろしくどうぞ。19時にポケダンあげるんで、で20時に、生放送開始しますね。よろしくお願いします。吉田が9時じゃなきゃ来れない。吉田にすまんって言っといてくれ。誰だよ吉田って。よし、ということでみんな、また明日遊ぼうぜ。バイバーイ、おやすみー。